住友ファーマ健康常備学、トラブルのないトラベルを。いよいよゴールデンウィーク。今回は旅の健康常備学をご紹介しましょう。まずは近年話題となっているエコノミークラス症候群のお話から。これは旅の移動中など長時間体を動かさずにいることで足の静脈に血栓ができてしまうというものです。足にできた血栓は肺などの血管を塞ぐ危険性も。予防として1時間に一度は足を動かすことはもちろん、水を飲むことも効果的。体内の水分が不足すると血流が悪化します。利尿効果のあるコーヒーやお酒は控えめに。言うまでもなく洋服や靴、下着などもゆったりと。また海外旅行で避けたいのが時差ボケ。夜眠れない、集中力が落ちるなどのほか、自律神経の失調で吐き気を感じることも。有効な対策としては、疲れを感じても部屋に閉じこもらず、外へ出て全身に太陽の光を浴びること。日光には睡眠と目覚めのリズムを前進させ、体内時計をリセットする作用があります。この作用は医療の現場でも光療法として実際に使われているもの。睡眠障害や高齢者の認知症にも効果があるそうですよ。忙しい毎日の中の貴重な長期休暇です。心身を癒すはずの旅行で逆に疲れないように、元気に過ごす知恵も備えて楽しい旅へお出かけください。